全米で人気急上昇中、スーパーフーリガンレース。ここ日本でもいち早く、その潮流を取り入れ、チャレンジする先駆者がいます。ハイパワー高性能な現行モデルらがしのぎを削る筑波ツーリストトロフィー。水冷 V ツインエンジンを心臓部とするハーレー・ダビッドソンがサーキットで躍動したのです。ウィズ・ハーレー青木隆夫編集長がサーキットでお話を聞きます。はい、ハーレーダビッドソン博多の、武田さん、今回はなんかすごいマシンを持ち込んでいただきました。はい、はい、教えてください。はい、はい、今回はですね、なんとパンアメリカで、WCT 水冷クラスに挑戦したいと思います。はい、どのようになってますでしょうか。はい、一応ですね、まずパンアメリカ、こっち一回見てみましょう。はい、はい、はいはいはい、もともとこんなバイクなんですけど、ノーマルも持ってきてるんですね。はいはい、ですね、はい、こんなバイクなんですけど、それをレーサーに改造していきました。はい、まず主立てで一番最初にまあ目につくのはホイールですね。レース用のタイヤを履かせるために、17インチのマルケジーニのホイールを前後とも交換してます。でフロントは、当然ブレーキを強化したかったのでディスクは、サンスターのディスクを使って、320倍ですね、ディスクを使っています。このブレンボはノーマル純正でこのブレンボがついてますので、まあ、このブレンボめちゃめちゃ効くブレーキなんで、ブレーキパッドだけ、レース用のパッドに交換してき、てます。でフロントフォーク、これ自体も一応ノーマルなんですけど、純正のオプションでスクリーンウィングル のオーリンズのカートリッジキットが、他の車種なんですけど出てるので、それを若干加工して取り付けしてきています。はい、あとは、まあ、ハンドルライザーですね。この辺は使いやすいものを選んで、使ってます。で今回マスターシリンダーだけは、レース用のですね、ブレンボのマスターに交換してます。リモートアジャストといって、走行中にストロークが変わった時も調整してですね、タッチをずっと同じようなタッチで走れるようになってます。はい、それからこう移ってきてガソリンタンクは、同じハーレーで、スポーツター S というモデルがあるんですけど、そちらのタンクを利用して、デザインを変えてですね、小柄な小ぶりな感じに変えてます。でそれから、シートですね。シートこれは、昔からあるアメリカのストーツというメーカーのダートのテールなんですけど、こちらを、自分たちで新しくシートレールをアルミでワンオフして、取り付けられるようにしています。で、ステップは今回全部オリジナルで作ってます。でサイレンサーですね、まあ、アメリカなんで SC のサイレンサーに、ジョイントの部分だけですね、チタンで作り直して、取り付けして持ってきてます。それから、リアのサスペンション見えてると思うんですけど、こちらはアラゴスタさんっていうブランドでですね、こちらの方にワンオフでパンアメリカ用の長さで新しく作ってもらって、それを取り付けしています。かなり性能良くてですね、今回もかなり調整もよくできてうまく走れてます。はい、それからも回っていただいて、リアホイールもマルケジーニの17インチで、スプロケットですね、純正は530といってサイズ530というサイズを使ってるんですけど、レース用なんで520といってワンサイズダウンさせてます。で、今のギア比は、フロントが19兆後ろが38兆ですねのギア比で、使ってます。このコースだと、2速4 3速4速の3種類ですね、3速使って走っています。はい、あとはですね、特別レース用のアンダーカウル、これ川崎の、ゼファー用なんですけど流用して使ってます。あとはラジエーターの、こちらエンドが樹脂なので、まあ、ガードとしてちょっとアルミでですねガードを作って、こう取り付けしてますので、こういう形で今回レース用のバイクを作ってきました。はい、ありがとうございます。はい、全体的にですね、やっぱ昔からあるハーレーはダートトラックのイメージで、はい、作ってきましたので、カラーリングも黒にオレンジで、はい、オレンジの XR で1200でレースをしている武田さんらしいレーシンググラフィックのオレンジが入ってますね。ですね、はい、ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。あ、
クラス2番手、はい、総合でも3番手、はい、いいところ走ってて、これは表彰台だぞと思って僕、はいはいはい、ガッツポーズをしながら見てたんですが、はいはい、かなり盛り上がったんですけどね、あれどうなったんでしょうか、はいはい、今回はですね、ちょっとクラッチもノーマルで来てたんですけど、はい、やっぱりそれがちょっと良くなかったのがクラッチがもう滑ってですね、はい、クラッチがもう完全にあのなんか繋がらなくなってしまった、はい、でもうそれで走行不能になってしまって今回リタイアということになりました、はい、まあね、次回はですねちょっとクラッチ、まあ、強化できるものがあるかどうかちょっといろいろ考えてですね、調べてやりたいと思います。はい、はい、でもポテンシャルの高さを証明してみせましたね。そうですね、はいはい、今日現場で見た人は結構おーハーレーすごいなと思っていただけたと思います。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。お疲れ様です。